い、今回は船をお見せしたいと思います。よくギノワンマリーナに、このキャンピングカーの YouTube 動画でもギノワンマリーナをよく使ってるんですけど、なぜ僕がギノワンマリーナをよく使うのかといえば、実は船を持っていて、そこの船のオーナーなので、ギノワンマリーナに船のオーナーはそのバース料って言って年間20万ぐらいを納めているので、まあ、結構マリーナを自由に使うことができます。で、まあ、マリーナの有料駐車場も実はオーナーなのでタワーで使えるので、よく行ってるっていうことなんですけど、今回はちょっと船をお見せしたいと思います。まあ、もともとその5、6年前ぐらいに釣りにハマった時に、まあ、船を手放すっていう人がいて、まず、いいタイミングでその船とその場所ごと船を譲り受けたっていう形で、実はここのギノワンマリーナって、その数年前は、元スマップの、木村拓哉さんの、別荘っていうか、が、すぐ、ギノワンマリーナのすぐ目の前にあって、で、ギノワンマリーナに船があって、そこで遊んでるっていう話で、とてもいい場所です。で、今はそのギノワンマリーナも場所が借りたいけど借りれないみたいな、埋まってて、で、要は空き待ちっていう状態らしくて、なので場所ごと船を、まあ、買ったので、すごくいいタイミングでゲットできたなとは思ってます。で、まあ、その釣りですね、沖釣り、大体釣りって岡釣りの場合、陸から釣る場合は、まあ、1日行って本当5匹釣れたらいい方みたいなぐらい、なんだったら1匹も釣れないみたいな感じ。かつ、まあ、岡釣りので30センチぐらいのサイズの魚が釣れれば、大きいのが釣れたなっていう感じなんですけど、もう本当沖釣りの場合、海に出ちゃえば、サイズ、その岡釣りの最大サイズの30センチぐらいのサイズがもう標準サイズ、もっと大きいのをたくさん釣れますし、数もね、50匹60匹とか、ほんと数時間行くだけで釣れたり、まあ、もちろんその魚探で見て魚がいるところに落としますんで、まあ、それは釣れるんですけど、全然陸釣りと沖釣りが違うので、まあ、昔はよく、船で釣りに出てたんですけど、最近はちょっと出てなかったんですけど、ちょっと久々に、船の状況を見に行きたいと思います。はい、ここから船のオーナー専用のバースですね、バースに入ります。昔はここも今平日なんですけど、平日でも全然いっぱい人がいたというか、このオーダーさんがいて船の作業をしたりとか船出したりとかしてたんですけど、今、まあ、緊急事態宣言中っていうのもあって全然人がいないですね。結構その海のサービス、観光客の方相手にバナナボートとか釣りとか、そういうアクティビティやってる業者さんも多かったんですけど、今ほとんどいないっすね、やっぱり。はい。で、これっす。ね。あれ？船出してた？これでございます。
結構ウェイクボードとかあるプールですね。これはプール、これ魚を釣った時の持ち帰りのクーラーボックスとかあって、こうですね、ここが魚を釣った後に入れるイケスですね。ここイケス、壊れてる。あれ？めっちゃやばい。壊れてます。はい、というわけで、今日はね、久々に船見に行ったんですけど、結構やばかったですね。本当はなんか船を紹介、ここはこうでこうでって紹介しようと思ってたんですけど、結構ね、放置してたらいろいろなんかダメだったんで、まあ、ちょっと業者さんにメンテナンスしてもらって直してからまた紹介したいと思います。で、まあ、今年はやっぱコロナで観光地とか海とか閉鎖されたりとかもう結構あるので、まあ、船で沖釣り、船だとね 3,4 人ぐらいで楽しめるんで、でめちゃくちゃ釣れるんで、まあ沖釣りメインで遊ぼうかなと思います。で、まあこのチャンネルでも、まあ、釣り行った時は釣りの動画も上げるかもしれません。お楽しみに。